はい。こんにちは。ナートヒャオです。本日はですね、えっ、ー、と、PC 関連のお話ししていこうと思うんですけど、ちょっと前に、えっ、ー、と、iPhone の、えー、エラー修復アプリ、 ですね。こちら紹介したんですけど、で、その時の、まあ、終わりにもちょっと言ったんですけど、その、えー、ソフト、アプリ作ってるメーカーが結構いろんなものやってるんで、ポロポロポロっと見ていきます、みたいな話したんですけど、それを見てるところで、 pc の方のデータ回復アプリっていうのも出していて、まあ一応それが無料版と有料版にちゃんとあるっていうことと、あの日本語にもしっかり対応してるってことなのと、まああと内容をちょっと見た感じ良さそうだって。 なんで、すよで。一応ですね、えっ、ー、と、パラパラっとその概要を説明すると、まあ、Windows 用と Mac 用両方このメーカー出してるんですけど、今回試すのは Windows 用を試していこうと思っていて、えっ、ー、と、無料と有料版で、まあ、ある程度ちょっと違いがあるんですけど、あの、一緒なのは、1000種類以上の、まあ、ファイルの、まあ、形式、フォーマット、 っていうものに対応してるっていうところが結構いいなっていうふうに思ってるのと、プラス PC のストレージだけではなくて、PC 以外のそういう外部ストレージにも対応してるっていうところなので、まあ、あの、結構もう当たり前なんですけども、でもそういったところもしっかり押さえてるところなのでいいかなっていうところと、有料版の方でも、あの、 iPhone のそのアプリケーションでも言いましたけども、しっかりと30日間の返金保証とかしてくれてるので、そこら辺はまあ心強いかなっていうところでね、やっていこうと思っています。で、無料版の方は、えっ、ー、と、復元できるファイルっていうのが100メガまでになってるんですね。で、写真、単なる写真であったりとか、あとはまあ、使うにしてもオフィス系のファイルとかね。 そういったものだけっていう人だったら、この無料版でもいいと思うんですけど、どうせだったら、ちょっと俺みたいに動画とかね、最近こういろいろと挑戦してる人も多いと思うので、でっかいファイルも、ま、どんだけの、感じで復元できるのかっていうのをですね、今回その、有料版ですね。有料版をちょっと、えー、試していこうと思います。ということで、やっていきましょう。えー、っと、じゃあ、えー、アプリケーションを立ち上げます。 もうですね、最初から日本語に対応してるんで、すげえシンプルで何やるかっていうのも丸ばかりなんですけど、えっ、ー、と、今、俺が使っている PC につながっているストレージがポーンと出ますと。はい。一番左側は、今、あの、えぇ、ー、USB メモリー挿してるんで、それが出てるのと、真ん中がまあ、一応その SSD ですね。で、一番右が、ええ、まあ、一般的なそのメディアとか、そういったものを保存しておくように、あの、使っている、あの、ハードディスクです。試しにですね、画像を、テスト画像っていうものをね、えっと、今デスクトップ側に作ったんですけど、 それをちょっと削除してみますね。えっと、ゴミ箱にも今あってテスト画像っていうものがあります。これを空にします。で、えっと、この画面移って、 あ、ここで出てきたな、テスト画像。えっと、じゃあちょっともう一度、今度はちょっとテスト動画やってみます。これはですね、8メガぐらい。このファイルをちょっとね、削除してみます。まあ、俺のあの、最後の動画の部分です。8メガしかありません。はい、消しました。 で、で、えー、っと、一度止めて、う、え、ん、ー、もう一度、えー、デスクトップスタート。あテスト動画出てきたわ。軽いものの復元は難なくこなせるっぽいですね。ま、はあ、い、一応、 軽めのファイルだったらできてるので、そういった使い方をする人にとっては多分問題ないと思う。まあそもそもで消した、消しちゃったものを、その、なんていうんですかね、復活させるっていうところだから、安易にその、これ使うかもなっていうものはね、保存しとくっていうのがベターだとは思うんですけど、うん。だからそこまでその利用頻度の高いですね、そのアプリケーションでももちろんないんだけども、まあ、 あの、冒頭でも言った通りですけども、一応30日の、その、まあ、返金保証みたいなのもあったりしますし、えっ、ー、と、サポートとかも入ったりしてるので、そういったところを活用して、どうしても無理だったら返金してもらうみたいなのもありだとは思うんですけど、で、えっ、ー、と、軽めのものだったら画像も動画も、あの、それぞれできてますし、このアプリケーションを導入する前に消してるものとかも出てきてるんですよ。要はその、 あの最終更新日時っていうところを見るとだいぶ前の、ね、ファイルなんかもあのリストに上げてきていたりするので、はい、まあそんなにこうこれを導入しておいてみたいなことではなくこういうものがあることを知っておくってことが一番かなっていうふうには思いますあれこのファイルどこやっちゃったっけってみんな 思った、思って、それを発覚してから、こういうアプリケーションを導入してみるっていうのは全然ありだと思うんですよね。要はその、こうやってそのファイルとかをスキャンしてとかやっていくっていうのって、多分心配になる人も結構いると思うんですよ。要はずっとこの、あの PC を自分のもの見られてるんじゃないかとか。もちろん、まあそんなの考え出したらキリがないんですけど、うん、なんかその精神衛生上の 部分ですよね。気にされてる方もいると思うので、こういうものがあることを頭の隅に置いておくっていうのが、まあまあまあ一番のいいところかな。それをそうしておくべきかなというふうには思います。で、別にそんな気にしていない方は最初からこれ導入しておいていいと思いますし、無料版でもね、100メガ、1ファイル100メガまでは、あのー、復元できるっていうものなので、 そういう意味では、まあいいんじゃないですかね。オフィス系のものでもなかなかね、1ファイルで100メガ超えることって、まあパワポとかそういうもので相当、なんだろうな、ね、動画とか画像をベタベタ貼り付けたもの以外は大丈夫だと思いますし、まあ画像1ファイルとかでも100メガのものってなかなかないと思うので、結構ね、あの、活用できるんじゃないですかね。 で、一応、その、PC、そのもののストレージ以外でも、まあ、その USB のメモリーとか、そういったのも、ものにも対応してたりしますから、そこら辺はね、あの、いいんじゃないかなというふうには思います。実際問題ね、俺の方でも、えっ、ー、と、USB メモリーをね、ちゃんと認識してくれていたりしますから、ここら辺は心強いなっていうふうに思います。まあ、一応、え 4D、ー、 ディグですね。えー、ファイル復元、えー、アプリを試してみたという、えー、お話でした。あのー、何度も言うようです、言うようですけど、俺ぐらいのファイルサイズを使うっていうのは本当稀だと思うので、あのー、普通の方々にとっては全然おすすめできるアプリケーションかなというふうには思います。ということで、また見てな。バイバイ。